ンネル。はい、では今回ですね、またゲストの方をお越しいただいております、元はスクルートジョンブトレスの清水さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、簡単にご紹介、はい、はい、お願いします。あ、私ですか、はい、1982年に早稲田大学の理工学部機械工学科を卒業して、リクルートがまだベンチャーっていう言葉が日本にない時代に入ってですね、僕は今62なんですよ。還暦も遥か過ぎて62歳ですね。王道勝利なんですけど、それで僕が入った時ですね、実は早稲田の理工学部からリクルートを初めて取った採用なんですね。で、当時理系一人も取ってなかった時代なんですけど、大学4年の時に研究してて、大学院の人の同級生がリクルートの人事だったんですよ。で、一緒に飯食わないかってことで飯食ったら、お前面白そうだから来いって誘われて、今銀座の土橋にガラス張りのビルありますよね、あれができた年 で、あそこに騙されて連れてってかれてどうだお前来いって言われて、まあ入ったといきさつです。そのくらい親父は1年口聞いてくれませんでした。お前を大学に行かせて、理科系に行かせて、ドブに捨てたというですね、激怒されたという、まあ、大事件ですよね、まあ、そういうきっかけでしたね。はい、ありがとうございます。今回ですね、そんなもう今やね、誰もが知る有名企業リクルートさんの、はい、研究などなど一緒に行っていければと思うわけなんですが、お願いします、はい、シンプルにリクルートの常務ってなかなかやばいですね。やばい、やばいって危ないって意味ですかね。いやいや、そうじゃない、めちゃくちゃ大物ですよね。あ、そうですか、最近そう言われないんでね。いやいや、自分で言わないと分かってもらえないですかね。これなんかしれっと出てきてくれてますけど、もう過去の人ですからね、僕の場合ね。いや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 、リクルートの常務にリクルートってどんな企業って聞くのもなんかいいですけど。そうですね、まあ僕も辞めて長いですからね、基本は悪口中心に話すようにしてるんですけど、これ放映された時にね、清水さんもうちょっとさ、それないでしょって怒られるからね、たまにはいいこと言えっていつも怒られちゃうんですけど、そうですね、リクルートはですね、僕らが入った時代は新しいことを自分たちで作ってやるっていうことにこだわってた会社なんですね。もともと江添さんというその創業者がモデルを作ったんだけど、そのモデルを見て同じようなことができるはずだってことで、どん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 作っていったという、だから新しいことを自ら生み出すっていうのがリクルートの特徴で、僕らが入った時代に人材系はあったんですね。あと学びっていう、高校生が大学に行くとか専門学校に、これもあって、あと住宅情報ができてまだ2年ぐらいかな、数もね、今3つぐらいの事業でやってた時代でしょうかね。まあ、それがリクルートで、今はそれで増えてて、僕らの中では人材系事業と販売促進系事業という呼び方をしていて、人材系はいわゆる新卒から中途、まあ紹介、派遣、何でも、まあ日本の人材系全部やるんだってことでやってきたし、で販売促進系はまあどん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 儲かるものを広げていって、まあ旅行の分野も車の分野も、まあありとあらゆるものを手掛けていったと、まあそういうのが歴史で、結果として今皆さんの調べていただいても21事業やってるって感じでしょうかね。はい、ありがとうございます。講義でのマッチングを全ジャンルでやりまくってるイメージなんですよね。まあそうですね、うん、でも儲からないものやってませんでしたからね、うん、リクルートで不分率があって100億いかないものはやるなって言われてたんですよ、僕らですね。売上じゃないですよ、利益ですからね。利益が100億出ない事業は事業と言わないって僕ら言われてましたから、10億ぐらいの事業だったらやめなさいって言われましたから、それが僕らのいた時代は。だからジャラも後で話が出るのかもしれないですけど、200億くらい利益出るんですよ、一発で。僕らもあれ作った時に、そのくらいいかないんだったらやめなさいって言われる、まあ、それがリクルートの元々の、まあ、母体ですよね。あと収益率にこだわってて、 35% 以下の事業はクズだって言われたんですよ、僕ら。で、儲からないのもないやつ、バカなやつがやってるんだって、そういう人ですから、だからあなたたちは高い給料なんでしょって言うんです。まあ、それが元々の不分率ですよね。配属される部署部門、どんなところが。リクルートって今年からまた4月1日で一つに戻ったじゃないですか、うんうん、それまで5カンパニー制を引いてたんで、まあ、配属が全部バラバラですから、まあ、その間は住宅とかスーモに入ったらずっとスーモ、これからはどこに部門に配属されるかわからないっていう感じですね、うん、じゃあエージェントに行きたいのにゼクシーに入る可能性もある。あ、もちろんそうですね、まあ、一応でも今世の中が変わりましたから、うん、ゼクシーに行きたいって人間いきなり人材系に行くとすぐ辞めちゃったりしますからね、まあ、僕らの時代みたいな我慢強い子はそんなにいないからまあそれと一応希望を叶えながら、だから優秀な子は面談で僕は行けるところに行かせてくれるけど、うん、まあ、自分が行きたいって言ったところに行けないのは出来が悪かったってことだと思うんですよね。なるほど、勝手に言うとまた人事に、ね、そういう嘘をつかないでくれとかね怒られちゃうんですけどリクルートさんならではのこう文化特徴、これが象徴だみたいなもの何かあれば教えていただけますか。これは自ら機械を作り出し、機械によって自らを変えようってですね、僕らの時代にはシャゼっていうのがなかったんですけど、これが全員の机の上にですね置いてあったんですね。でこれが僕らのシャゼって呼んでたんですよ。僕らの世代、まあ、40歳以上の人でこれを知らない人はいないですね。
全員が知ってる。で今リクルートの例えばあのなんですかね、あのホームページ上で言うとかっこいいこと書いたんじゃないですか。誰も知らないと思うんですよね、うん、少なくとも、まあ、あれ知ってる社員がいたら僕は驚くと思いますけど、そういうレベルで本当の社訓っていうのがこれがリクルートの最後ですかね、うん、リクルートはどういう概念かっていうと自分で作り出していけと、うん、仕事の報酬は仕事だって会社ですかね、うん、で仕事をたくさんできるんですよ、もっと仕事あげるっていう、まあ、そういうまあ概念の一番最初の会社がリクルートでしょうかね、うんうん、独立文化ですかね、あの卒業文化というか、はいはいはい、あの3年経ったら起業しろみたいな、3年経ったら起業しろっていうのはなかったと思うんですけど、はい、まあ、結果としてこう辞めていって起業してる人が多いっていう会社で、はい、それ推奨したわけでもないんですよ、ディズニークルートも。結果としてそういう人たちが多く入ったし、はい、でリクルートを辞めてる人たちには2つあって、まあ、リクルートってものすごい急成長したからついてこない子もいるんですよ、はい、ついていけない子も辞めてるんですよ、だってついていけない子は辞めたらもっとそのもうちょっとスピードの遅い会社に行けば、ね、立派になれるんだから、はい、そうやって辞めた人が半分いるんですよ。もちろん自分とちょっと違うなと思って辞める人だからいろんなタイプの人が辞めてっていって、はい、それで会社を作ってるんだと思うんですよね。当時でいうとやっぱりそのこう進んだ会社はたくさん辞めて独立してるんですよ、はい、例えば僕らのちょっと前の時代は IBM が人材を輩出企業だって言われたんですよ。でその後ってリクルートものすごい辞めた人がいっぱいいて、はい、今はどうですかね、そのリクルートの後っていうと、まあ、いろんなベンチャー系の大きい会社どんどん辞めてってるから、はい、だから退職した人が辞めていろんなところで活躍してるっていう会社が強い会社だと思うんですよね、その時代時代に。逆に会社をずっとこう守って発展させてこられた側からすると優秀人材どんどん抜けてっちゃうのなんかちょっと困るなみたいな思ったこと。いやそれないですね、僕はあの辞めた人一人も止めたことないんですよ、リクルートで。でそいつが辞めようとした時にね、はい、役員が止めようとしたんですよ。でそいつがなんか止まりそうになったから俺本人呼んだんですよ、はい、お前分かってんだろうなと。で常務にね説得されてお前残るなんて俺が許さないから辞めろって言ったんですよ。ふざけてんじゃねえぞって、辞めたら二度と戻ってくるんだって言って、これちょっと危ないからカットしてもらった方がいいかもしれないですけど辞めていいんだと、でそれでいいと、でまたそれで新しい人がどんどん入ってくればいいんだって、そういう文化の会社で良かったんですよ。なんで独立する人が入ってくるんですか。みんなが前を向いて頑張るんだって人たちが集まってきてるっていう、そういう人を取り続けたからだと思うんですよね。だから結果として入ってみんながガツガツやって、でも違うなと思ったらやりたいことがあるんだから辞めてく、だそれがなんか正しいスタイルだったんだと思うんですよね。ただその後ってどんどん大きくなってきちゃったから、うん、本来はそこにいちゃいけない人がたくさん残っちゃったっていう出来事は起きましたけどね、うん、60の時に、まあ、同期会とかあった時に、うん、5人ぐらいリクルートに最後までいたやつがいたんですよ、はいはい、それから同期会で何言ったかって、お前最後までいるってさ本当に失礼ですよねってみんなにいじめられるんですよ今はなんかそういう風じゃなくなったけど、はい、もうなんか いることが恥ずかしい。勤め上げたって言ったら聞こえばいいですけど、よろしくないですよ、よろしくないですよ僕らも世代ですよ。10年前に僕が就活でリクルートいい会社だなと思った時期は、意識高い系ビジネスマンがチャレンジするような会社だったっていうなんか印象をまだ覚えてるんですよ。でそれがまたこの10年でも結構変わってる感じなんですかね。大きくなりすぎたんでしょうね、リクルートも。大きいから入りたい人が増えてますよね。昔その小さいから入りたかったっていう人たちが来なくなったっていう問題が起きてますよね、うん。リクルートさんならではの制度などありました。僕らの時はですね、ゴールインボーナスっていう制度があって、これギブっていう制度で、これいろんな会社が波及したんですけど、どういうのかっていうとですね、1年間に目標が全社で設定されて、それを達成するとですね、旅行に全員で行けるっていう制度がもともとの基軸にあったんですよ。僕らの時代は毎年だからハワイに行ってましたね、新入社員から20年ぐらい。だからハワイにですね2000人ぐらいリクルートの人がいた事件っていうのがあって、あ、同じタイミングで行くんですか。みんな忙しいから同じタイミングでしか行けないんですよ、はい、当時は、まあ、そういうのがゴールインボーナス。これは今はちょっと制度としてはなくなっちゃって、あとリフレッシュ休暇制度って言って、3年に1回1月の給与と1月休んでいいって制度だったんですよ。1月ですか。1月。最後、2021年のリクルートの今後の経営戦略、これ難しいですね。僕が何言ったかっていうことによってまた責められるんですけど今彼らは途中からですね、海外に力を入れ始めましたよね、うん。で海外の事業を買収してってるんですよ。どん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 人材派遣の事業をどん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 買収し始めていって、まあ、それが多分今のリクルートで。ただ僕らみたいなちょっと古い世代の人からすると、自分で作れっていう僕ら憤りを持っていて、リクルート その自分たちで作り出すっていう DNA がどこに行くのかなっていうことが、なんか僕ら世代の OB が見てていることで、例えば SNS 系だって日本初のなんてないじゃないですか、リクルート。そういうものを、あ、リクルートが作ったんだこれみたいなものがやっぱり、まあ、僕らからすると期待してるっていうことでしょうかね。ちょっと一旦お時間が来てしまったんで、さすがのキレキレトークで、いや、とす刺さりますね次回またよろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。